豊橋市立岩田小学校は愛知県豊橋市中岩田にある公立小学校。豊橋鉄道市内線運動公園前停留場から東に500メートル。教育方針はみんなで明るくたくましく。創立時の学区は順納村地帯だったが、1965年以降の区画整理事業によって住宅地となった。このため戦後には児童数が爆増し、 まず1951年4月1日には岩田小学校から豊橋市立岩西小学校が分離独立した。1967年の児童数は614人だったが、宅地化によって1977年には1637人となったため、1979年4月1日には岩田小学校から豊橋市立豊小学校が分離独立した。 それでもなお1987年の児童数は1446人を数えたが、1997年には1055人、2007年には967人と落ち着きを見せている。岩田団地は外国人が多い団地であり、2009年時点では670世帯のうち約40%が日系ブラジル人らの外国人住民だった。 岩田小学校は1990年度に3人の外国人児童を受け入れると、以後は外国人児童数が徐々に増え、2007年時点では967人中150人が外国人児童である。国際学級があるほか、校内施設の案内表示が日本語とポルトガル語の2カ国語で書かれている。また、特徴の一つとして、給食後に生徒は教師が作成した。 英語学習動画を見る。アニメのように、月ごとに話が進んだり、教師がキャラクターに変装してなりきり、学習用音楽 CD のリズムに合わせて踊ることで、生徒たちの興味を引きつけ、体の動きとともに英語を覚えられる。ありがとうございます。